ヤフー YouTube、どうもナビです。さて、今日もヘアスタイル解説をやらせていただこうかなと思います。はい。で、今日はですね、はい。彼ですね、キータくん。キータくん。はい。俳優さんですかね。うん。こまぎねキータくんですかね。うん。俳優さんの彼のヘアスタイルをいくつかご覧もいただいているのでやらせていただこうと思います。はい。で、まずこの髪型からなんですけども、まあセンターパートのセンターパートっていうか、まあ、64とかで分けた感じのトランクスヘアだと思っていただければ難しくないと思います。まあ刈り上げても刈り上げなくてもいけます。うん、まあ、後ろがすっきりしてるんで、まあ刈り上げてもいいのかなとは思います。ただやっぱこう若い子、20歳ぐらいの子かな、うん、20歳ぐらいのこのヘアスタイルの場合は、まあなんか刈る場合は、この耳上1センチとか2センチぐらいのところから刈って、でボンの方まで刈って、で上の髪の毛64とかで分けた上の髪の毛を、まあ耳にかぶる程度の長さでもうワネグスレスに切って、で、ボンのくぼぐらいまで切って、で、ちょっと全体的に段をつけて、うん、3センチ、4センチぐらいつけて、で、それをまあ、ストレートアイロンとかで腕をね、してあげれば全然完成です。そんなに難しくないです。で、髪の毛が結構硬かったりとか、どうしてもツンツンしやすい人っていうのは、横は刈ってもいいんですよ。横は耳上1センチぐらいから刈って、耳後ろぐらいまでこのあたり。で買っていいんですけど、後ろに関しては、刈り上げて、ボンドクボまで刈り上げたら、ここをつなげてあげる、2セクションじゃなくて、つなげてあげるのがいいです。つなげてあげないと、刈った後上から残してると、そのままなんかこう、ツンツン広がっちゃったりとかすること結構多いので、そういう髪質の子の場合は、つなげた方が後ろはやりやすいです。前はいいですよ。そのままアイロンとかすれば別に収まるから。いいんですけども、後ろからやった時に、そう、2セクションに切って上からかぶせた人がこうアイロンとかしても、まあ、内巻きとかにすればいいですけど、これでまあ、でも後ろだけ内巻きっていうのは変なので、外跳ねとかした時に、やっぱりここと刈り上げと上がつながってないと、バランスがおかしくなってしまうので、そこは、自分の髪質っていうのを見極めて、美容師さんと相談しながら、後ろだけは、つなげてください。横は2セクションでここだけ刈って、上からかぶせてもらっていいんでっていうふうに言ってあげると、皆さんも分かりやすいですし、髪質に合うようなヘアスタイルになるんじゃないかなと思います。うん。で、この時なんかも、まあマッシュベース、マッシュですね。うん。マッシュ、難しくはないマッシュベースですけど、まあ、どうなんだろうな、これは横、多分イメージ、この時は横だけ刈ってるのかな。横だけ2セクションだと思う。さっき僕が言ったように、こう、1センチぐらい。耳上1、2センチぐらいのところで刈って、で耳上とか耳後ろの骨ぐらいまで刈って、で上横はこうちょっと長め、耳にかぶる程度、3分の1かぶる程度のマッシュで切って、目はギリギリのラインで切ってもらって作ったり。で後ろに関しては多分この雰囲気だとつながってるので、この耳後ろからボンの部分は刈り上げて。けど横はバリカンでいいですけど、後ろはハサミとかで甘めに刈り上げてもらって、上の髪の毛とつなげるような感じにしてもらうと一番いいかな、うん、それに対して全体的にこう束感が出るように段を全体的にしても、まあ上の部分がいいかな、鉢植え全体に段をつけて、で鉢よりももうこの前髪だったりとか横のこの重めのところに関しては段をつけすぎない、うん、2段階の段につけてあげるっていうのが特徴かもしれないですね、バランス的には、うん、でこの質感ってやっぱりこう量が多い人とか硬い人とかも特にそうなんですけど、あのカットだけ、あの普通にカットするだけじゃなくて量をちゃんと減らして毛量調節して、ちょっとパサッとした髪の毛じゃないとこの質感って繋がんないんですよ、うん、何、もともと細い人とか髪が薄い人とかだとそれでできることもあるんですけど、大体の人はこうちょっとすきばさみとかでこう減らして、あの調節してあげないと、この束感をワックスとかで作るときにやっぱ大変なんですよ。まあアイロンするなりとかしてもいいですけども、やっぱりこの量、毛先をこう細くして使
作らないとなかなか作れないヘアスタイルではあるので、ちゃんと毛量調節をしっかりしてもらうことが大事かなと思います、このヘアスタイルに関しては。うん、カット自体は難しくはないです。うん、でこれもそうだよね。そうだよね。うん、多分そうなのかなと思うんですけど、この時はまあウルフですね。ウルフ、うん、これね、作り方はね、どうなんだろう、耳かけてるのかな、耳かけてるような感じがするのであれですけど、まあ多分作り方はいろいろあると思う。耳を中心に作っていきます、これは。うん、耳中心に、例えばちょっとこう耳3分の2ぐらい隠れるところから、ちょっとこう前下がりっぽいボブっぽい、ちょっと前下がりっぽいボブ、ちょっと、うん、ボブっぽく作ってもらって、そうで、まあ量を減らすなりちょっとね軽くしてもらって、薄めにしてもらうと耳にまあかかりやすくもなってくるのかなと思います。で、ここから耳、ここからこう作ってあげるんですよ。で、そうするとここからボンドクボぐらいまでの長さ、うん、だからこ耳を中心に前下がりと後ろ下がりみたいな感じで作ってあげる。で、重めにこう丸くこう作ってもらって、そこのボンドクボから下はウルフっぽく残してあげるんですよ。残してもらう、うん、そうすると、横と後ろのバランスはここを中心にこうバランスは取れてるんですけど、で、そこに、ウルフに残すためにここから下だけちょっと長めに残してあげる、うん、そんなにもうカット自体は難しくはないんですよ、うん。で、ここの横でこう前下がりに切った時にこうラインが出てきちゃうのが嫌だなとか、前下がりっぽいのあんまり好きじゃないんだよね、けどウルフっぽくしたいんだよねっていう人は、ここから後ろに関してはいいんですよ。そのまま、ボンドクボまでの丸さを残してもらえなかった。で、ウルフにしてもらう。ボンドクボからウルフにしてもらう。ただ横に関してはちょっとショートっぽく切ってもらう。うん。ちょっと重めのショートね。そう。軽すぎショートだとちょっとこの上のするんってしてる感じが出ないから、重めのショートで作ってもらって、段をあまりつけない。で、耳だけつけてあげると、もみあげの部分だけショートで切るとね、こうちょっと残ってきやすいので、そこを耳にかけて重さも残ってるので作れるっていうような感じ。これちょっと新しいというか、うん、なんかウルフっぽくしてるけど爽やかで、うん、髪質もありますね、正直。うん、ストレートアイロンするなり、髪質が柔らかかったりとかする人の方が、やっぱ似合いやすいかなと思います。こう前髪もね、シンプルにサラッとしてるような感じっていうのは、硬い人だったりとか、量が多い人はなかなか難しかったりとかはします。うん、できるできないっていう髪型は絶対にあるので、できるできないっていうか、似合う似合わないとか、その髪質によってこうしたいっていうのもあると思うんですけど、自分の範囲でできる範囲。うん、もしそのストレートやってから絶対こうなるでしょうとかって言われてもできないものはあります、うん、それに関してはもう自分の髪質に合わった髪ヘアスタイルを作った方が僕はいいと思います、バランスは、うん。でもこの時なんかはセンター、まあ、これはシンプルなセンターパートですね。センターパートの後ろがちょっと、まあ、刈り上げまではいかないのかな、うん、これこそ横は短くして、うん、横多分耳上1センチぐらいからここだけ刈って、上からセンターパートで耳3分の1ぐらい隠れる程度の長さでトランクサイド切って、で、ここからボンノクボまで重めに残してあげて、ここからは刈り上げない程度にちょっと残してあげる、うん、甘めに残してあげる。これは大学生とか結構やりそうなヘアスタイルですね、うん、多いかな。こうちょっと爽やかで、こうなんていうの、シャツインして、こう、なんかこう、きれいめというか、うん、そういうヘアスタイルというのは結構20歳過ぎとか、そういうか結構好みやすいようなヘアスタイルではありますよね。段もほとんどつけずに、段もつけても1、2センチぐらいです。うん、軽く上のところだけちょっと段をつけてもらって、うん、で、ここは刈り上げずに、うん、刈り上げると結構こう強い印象になりやすいんで、やっぱりそのあんまりこう強い印象じゃなくて甘めな感じに残したいっていうんであれば、もう刈り上げずにあのハサミでギリギリ甘めに残してあげて、前から見た時にちょっと残る程度にしてあげたらいいかな。僕ぐらいまでやっても、僕はもう完全にバリカンでやっちゃってるので、うん、短いですけど、ちょっと残しても、うん、このヘアスタイルはいいのかな、バランス的には。うん、まあ同じ、そうですね、同じですね。これもまあ同じような感じですけど、襟足がちょっと長め
になってます。この時買ってないですね、うん、この時買ってないので、多分耳かけてるバランスから見ると多分耳半分ぐらいは髪の毛あるかな、耳半分ぐらいまではある。これは要はセンターパートで分けて、さっきのは耳ちょっとかかる程度でしたけど、それが長くて耳半分ぐらいなセンターパートを耳にかけてるって感じ、うん、でその分襟足も伸びてきてるっていうような感じだと思います、うん、なので最初にさっきのポルセスのね短い髪の毛こう3分の1かかってくるかな、ちょっとかかるかなっていうような髪の毛をまず切ってもらって、でそれをちょっと伸ばしていくと楽しみ、あ、まあ、2、3ヶ月後でもこのヘアスタイルに変化させて楽しむことはできたりはすると思います、うん、だからなんかポロシャツでは夏とか秋入るかなっていう時期とかから、ちょっとなんだろう、あったかいこういうニットっぽいような着てる秋冬ぐらいに変わるっていうのの変化にはもってこいなのかな、雰囲気的にもと思うので、まあ、いろんなねヘアスタイル、マッシュもあったし、センターパートも結構多いしウルフもあったので、自分に合うヘアスタイルを見つけていただければいいのかなと思うので、ぜひやってみてください。バイバイ。